日本愛知県刈谷市築地町築地町は愛知県刈谷市の町名。現行行政地名は築地町1丁目から築地町5丁目と築地町。郵便番号は448-0011。刈谷市の北部に位置する。鉱石台地の延辺部に位置し、北側には藍島川が流れる。1丁目、2丁目、3丁目、4丁目。 五丁目と新た、新田、西名は、向島、八田山に分けられる。西で新田町、北東で一月つ町、南で青山町、南部で温田町と接する。また、藍島川を境界として、伊豆田町とも接する。築地古墳跡地縄文時代後期の築地貝塚と呼ばれる貝塚があり、築地古墳と呼ばれる昭園墳もあった。 アイ川の入り江にはより神信仰を伝える、三船塚がある。もともと、宮所の村と称していたが、王庫に、前向き大臣の前将清行という人物がこの地を訪れて、熊野神社を祭り、前将清行の子孫が孫名を築地としたと伝わる。江戸時代の築地村は、りや半寮であり、稲作や面作などが行われた。官営交付や、 元禄号町による村高は263国余り、天保号町による村高は322国余り、急行給料による村高は326国余り。西縄、新田、甲島、八田山、久手、後し田先生、に丹田、地内、森西、北割、東端、大日、山の畑、東屋敷、小山渡る、町辻、新霧道北、 池南の19の字に分けられていた。1889年には、町村制が施行され、築地村と一月村が合併して一月村が発足、一月村には、大和築地が設置された。17年後の1906年、一月村と大見村と、堺村と、東京村が合併して、藤松村が発足し、藤松村には、大和築地が引き継がれた。 1910年以降には、藍島川沿いの阿佐西縄と、地向高島にある、低湿地の床上げが行われた。太平洋戦争後の1955年には、藤松村が、刈谷市に編入合併され、刈谷市には、大あざ築地が引き継がれた。1956年の世帯数は112、人口は651だった。1970年には、大あざ築地が廃止され、 築地町という町名が設置された。2019年6月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。刈谷市北部にある旧町の中では、一月つき町、東京町に次いで3番目に多かった。国勢調査による人口の推移刈谷市立刈金、中学校刈谷市立刈金小学校市立、小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 刈谷市公共施設連絡バスのバス停が設置されており、一つ目線、東京線、西境線の3両線が通っている。一つ目線は、刈谷市総合運動公園や刈谷市立刈金、中学校などにバス停があり、東京線は j a 三直センター、刈谷中部や刈谷市総合運動公園や刈谷市立刈金小学校などにバス停があり、 西境線は、刈谷市総合運動公園や築地市民館などに、バス停がある。隣接する一月つ町には、名鉄名古屋本線の一つ目駅がある。ウィングアリーナ刈谷ウェーブスタジアム刈谷。ありがとうございます。